マジコミ。あれ、ここは俺の部屋なのか。いや、なんか違うような。あ、起きた？Thank you.
ったのはほぼイロハだったけどね。だってカオリ全然マイク握らなかったでしょ。イロハがずっと握ってたからね。やだな、マイクは2本あるじゃん。2本とも握ってたからね。そうだっけ。で、カオリン、さっきから何してんの？ん？ SNS フォローしてたドクモの人がいなくなってさ、雑誌でも全然見ないし、検索しても写真すら出てこないし。もうやめちゃったんじゃない？やめたって検索したら写真くらい出るでしょ。メタって言えばさ、最近学校辞めた人多くない？私のクラスもう5人も来なくなっちゃった。いやいやいや、5人も辞めたら大事件だよ。うちのクラスも3人来なくなったけど、遊んでるだけでしょ。でも机とか片付けられちゃってるよ。それはこっちもそうだけど。無限の可能性を信じますか？え？何これ？イロハ、それやっぱやばいよ。スマホから勝手に音出るなんて、変なウイルス入っちゃったんだよね。あー、これ削除しようとしても消えないんだけど。それも修理に持っていった方がいいんじゃないの？どうせまた夜中まで変なサイトでも見て。無限の可能性を信じますか？嘘！カオリンもお揃いじゃん！嘘嘘嘘！このスマホ気に入ってるのに！歌ったら喉渇いちゃったな。ちょっとドリンクバー行ってくるね。最後に出てきたのが悪魔ってやつでね。っていうか、おい、あの女の子たちは大丈夫なのかよ。え、そりゃこのままほっといたら食べられちゃうよね。は？食べられちゃうって、そんな一言みたいに。そんなこと、彼女たちを救う方法を教えてくれ。ま、やる気になってくれたならいいかな。じゃあ教えてあげる。はあ、なんだよこれは。この子の名前はオムニス。ラテン語で全てのって意味で、まあそんなことはどうでもいいか。この子を使うことで、あんたはこの部屋にいたまま
間接的に彼女たちのいる世界に関与することができるってわけ。間接的に？それって…うん、この PC を使ってね。こんな猫みたいなの使って本当にあんな化け物と戦えるのか？言ったでしょ、オムニスはあくまで間接的に関与するだけ。さっきの女の子たちを魔法少女に変身させることで悪魔と戦うの。とにかくあの女の子たちを魔法少女に変身させりゃいいんだな。うん、そう、簡単でしょ。よし、わかった。とにかく行くぞ。早く行かないとあの子たちが。魔法少女になってくれ、頼む。ちょっとあんたね、いきなり現れて何をわけのわからない。魔法少女、あたしやる、やる、絶対にやる。あ、ちょ、見ろ。あ、だって魔法少女になれるんだよ。こんな滅多にないチャンス、やるっきゃないでしょ。色張って生粋の魔法少女オタクだった。よし、だったら話は早い。ちょっとイロア、こんな子供騙しみたいな勧誘に引っかかっちゃダメだって。魔法少女になれるのに。じゃあ俺と無限の可能性を信じますか？あ、もううるさいわね。なんだあのスマホの声。まさか。これどうしたらいいの？答えるんだ。イエスでもハイでもいい。無限の可能性を信じますか？無限の可能性を信じます。ユーザーの承認を確認。神様システムデータの照合を開始。神様システム？あれ、よし、行けそうだ。ワン、ツー、3。全データの照合確認。
神様のシステム。スタンバイ。Kiss me please。どういうこと？キス？そうか、このことだったのか。 Kiss me please。 すぐにスマホに口づけをするんだ。前線はしてるんだが、悪魔の数が、やはり一人では限界だ。うち無理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 本当に死ぬかも。無限の可能性を信じますか？また悪魔が来るぞ。行くよ、カオリ。あー、もう、もう。
ギッタンギッタンだよ。まあこれで一件落着ってとこかな。おっと、黒まんじゅう。黒まんじゅう？いや、俺は。オムニスだ。これ一体どういうことなの？ちゃんと説明してよ。いや、俺が説明してほしいくらいだ。あ？何を無責任なこと。ちょっと待ってくれるか。あのね、逃げようったってそうい。お前の言う通り、あの子たちを魔法少女にして悪魔を倒したぞ。そうね、初めてにしてはよくやったんじゃない？じゃあこれで約束は果たしたってことでいいんだな。うん、そうね。じゃあ俺は元の世界に帰れるのか？え？それは無理だけど。はあ？だって悪魔たちとの戦いは今始まったばっかだよ。これからまだ続くのか。言ったでしょ、こうしてる間にも悪魔はどんどん増殖しちゃってるって。いい？魔法少女たちはオムニスになったあんたの力を経由しないと魔法少女に変身することはできない。はあ？
じゃあずっと近くにいないとダメなんじゃないか。やる気がないなら放っておいてもいいんだけどね。ま、そしたらあの子たちがあっさり揺らぎに巻き込まれちゃうだろうけど。揺らぎ？悪魔が発生する異空間、バトルフィールドって言った方がイメージしやすいかな。さっき戦ってた場所か。じゃあ変身できずにそこに巻き込まれたりしたら、悪魔にあっさり食べられちゃうよね。そんな。どうするの？やるの？やらないの？今年もビュービューっと突き進もうね。